どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はですね、まあハイテンションで元気炸裂な曲をやりたいと思います。その曲名とはドン！マツケンサンバ、行ってみようと思います。あのマツケンサンバウクレレでやりますよ。これはね、もう踊りましょう踊りましょうという感じでノリノリでやりたいですね。皆さん、ワイワイやりましょう。はい、これはね、いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超絶簡単バージョン。やった。これやりまして、後半はね、さらにそこにノリノリのリズム、16ビートですよ。これやっぱり、サンバのリズムですから、やっぱり。もう、ちょっと難しいですけどね、もうノリノリでかっこいいバージョンやりたいと思います。2バージョン。最後までご覧になってください。さあ、大好きな曲、歌いたい曲、ワイワイやりたい曲、もうね、自分でやりたい曲あるじゃないですか。あれをですね、カラオケで歌ったり CD 聴くのももちろんいいんですけど、楽器と一緒に弾く弾き語り、これぜひやってください。本当に最高なんです。楽しいです。とはいえね、ピアノとかギター、やばい。すごい、いいんですけど、難しいんですよね、最初。音楽が苦手だなとか、楽器触ったことない人は、ちょっとね、やっぱ難しい。で、ウクレレ。これがいいんですよ。ちっちゃくて、簡単。はい。で、いつでもどこでも触ってられる、こうね、なんていうか、身近な存在になるんです。ちっちゃいからね。はい。で、簡単なんだけども、ものすごく奥も深いんですよ。この奥の深さにはまるともっとはまらないです。ぜひ皆さん始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube を見ているだけで、どんどん音楽楽しくできるようになりますよ。もうちょっとしたらここにリンクを貼るんですけど、このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、順番、数字の順番通りに見ながらウクレレ触ってるだけで、あれ？私今弾けちゃってんじゃない？なりますか？これはね、楽しいです。皆さんぜひお気軽に音楽始めましょう。じゃあリンクここに貼りますね。初心者レッスン行って、初心者レッスンここに行ってらっしゃい、クリック。ここにはですね、ありとあらゆるスタイルの音楽が、ウクレレで超簡単にできるように、アレンジしたガズレレのウクレレレッスン動画ですから、すでに700曲ぐらいアップロードされてますから、皆さん、ぜひ始めてみてください。さっきのリンク先のところに行くと、下の方に行くとジャンルボックスとか検索ができるようになってますので、皆さんの好きな曲あると思いますよ。じゃあさあ、そろそろテンション高めでマツケンサンバ。まずはシンプル簡単バージョンから、楽しくやってみようと思います。ワン、ツー。畑ボンゴ響けサンバ、踊れ未来のカウントダウン、誰も彼も浮かれ騒ぎ、光る汗が弾け飛ぶ、ででで熱い風に体預け、まで踊れば何も歌うよ、愛のサンバを胸に溢れるこのリズム、俺俺マツケンサンバ、俺踊るセレニータ眠りさえ忘れて踊り明かそう、サーバービーバーサーバーマツケンサンバー、オレデンデデンデデンデンデレデンデデンデデンデンデゲデンデデンデデン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 、オレよいしょ、せーの、はい、マツケンサンバシンプル簡単バージョンやってみました。ガズレレ流。この曲はですね、やっぱサンバ、やっぱちょっとね、ラテンの感じがやっぱいいと思うんですけど、コードもですね、実際はもっとおしゃれなコードが炸裂でものすごく細かいんですけど、まあここはガズレレですから、やっぱりできるだけシンプルにして、その分歌にサンバのパワーを込めてみました。皆さん、やっぱりね、歌ですからね、音楽の中心は。はい。そんな感じなんで、気楽にやっていただけるマツケンサンバになっておりますんで、あらゆる世代でやってみてください。大先輩もこれできると思います、ギリギリ。はい。で、コード、コードと、歌詞をね、
見ながら動画と一緒に演奏してもらうのいいんですけど、その次はですね、自分で紙に書いて、ノートに書いてやってみるのをおすすめします。あ、これちなみに今やったのはもちろんガズレレショートカットバージョンですからね。はい。フルでやりたい方もこれ足していくといいと思います。じゃあこれ見てみましょう。イントロ。ここフレーズ1って書いてありますね。これ、テンデレデンデレンデレンデ、ちょっと本当はものすごいイントロも長いんですけど、まあガズレレではこういうアレンジにしました。ここら辺、フレーズ1後で解説します。かっこいいバージョンでこのあのメロディ弾きますからね。決めとか書いてある。これも後で解説します。で、ですね、ここにいろいろ、例えばこの矢印とか書いて、これ後でも解説しますけど、かっこいいバージョンではいろいろね、やるんですよ。ここにも書いてある。こういうのちょっと後でみんな解説してきますんで、今のはね、全部上の段のコード進、コードを弾いて歌詞を歌ったという感じです。はい。一時停止でメモっていってください。はい、OK。その次この辺かな。曲はシンプルですね。ここら辺は、ダカダカダとか書いてある。まあ大体ここは雰囲気でわかりますね。キメですね。キメが多い。キメいっぱい書いてある。これも後で、それぞれ説明していきます。はい。ですか？この辺。この辺までで、ここでここで終わる。で、最後イントロに戻って、まあ終わるという感じです。オーレイって感じですね。はい、じゃあ一時停止して。まあ動画内のテロップとも示し合わせてください。じゃあ出てくるコードの解説いきましょう。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー7の指一本の A7 ですね。これ9個なんですけど、これはですね、まあ、ガズレレでは、9個もコードあんのかって思うかもしれないんですけど、これはです。ドン、これです。ドン、これです。はい。これはですね、ガズレレ必須コード。必須って書いてある。必ず覚えた方がいいですよという、8個のコードのグループです。で、8個って言ってもこれはまあ、その仲間も入ってて、まあ簡単なんで、8個のコードがとにかくあるんですよ。これはね、ウクレレでね、このウクレレで音楽を始めようと思った方、まずはこの8個のコードを覚えてください。この8個のコードは、ウクレレで音楽を始める方にとってはもう宝物のような超簡単コードで、もう世の中の音楽を全部これでちょっと、まずは掴みにかかろうということでございますから。はい。これ簡単コードです。すごく簡単。で、しかも、この私がめちゃくちゃわかりやすく解説してる動画、ここに貼っておきます。この動画で覚えてください。すごい、頭にスッと入りますから。楽しく覚えましょう、コードは。そのうちのメンバーなんでね、まあ、これは本当に、まあ言ってみればガズレレではもう当たり前のコードばっかでできるわけです。まあ最低限これは必須のコードなので覚えておいてもいただきたいということですけど。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。さっきのね、今のシンプル簡単バージョンは4つ弾きで、まあ、シンプルにやったんですけど、これリズムも変わってきて、あとコードも1個追加されます。F マイナーというコード。F マイナー。これちょっと初心者の人引っかかるコードよく出てくるんですけど、やってみましょう。まず押さえる場所。ここと、ここと、この3つですね。だから、こう、こう、小指かな。ちょっと難しい。はい。こういう響きですね。まあ、いつものことなんです。これが、一応教科書通りの押さえ方だと思われるんですけど、私の場合は、親指で上を押さえちゃうんですよ。ね。この親指を使う。親指を使いたい人は、こう、ぐにょっとここを握り込んで、こう、手首の角度とか大事です。まあ、でも、こっちで押さえられる人は、もちろんこっちでもいいですよ。はい、はい。もう、お好きな方で、やっぱ自由にやってみてください。はい。これ F マイナー確認しましょう。でですね、まあ、全体的のリズムの話いきましょう。これはやっぱりマツケンサンバ。サンバのリズムですから、やっぱりもうラテンのね、16ビートのでいこうと思います。これはちょっとやっぱ16ビートがやっぱめちゃくちゃ似合いますからね。こんな感じです。ね、これね、16ビートの軽やかでかっこいいでしょ。ちょっと難しいんですよ、これね。やっぱりね、簡単ではない。だけど一回ものにしちゃうとね、この浮遊感というか、やっぱりね、すごく気持ちがいいんで、ぜひマスターしてもらいたいんですけど、ゆっくり楽しみながらやってくださいね。この16ビートのチャの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ガズレレのホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページにまとまってます。そこのリズムトレーニング専用のところから16ビートのチャという動画で練習してもらいたいんですけど、16ビートっていうのはまず、8ビートができてないとできないですよ。8ビートを完全マスターしてから16ビートに来て、その後でチャーが入ってくる。こういう順番で覚えておいてください。で、さっきのリンク、今のリンク先のところに8ビートの完全マスターもあるんで、まず8ビートを固めてからやってみてくださいね。これちょっと長い道のりになるかもしれないですけど、いずれ、ものにできると思います。楽しんでやってください。はい。で、この曲はキメが多いんですけど、まず上からいこう。見てください。イントロ。フレーズ1って書いてあります。ここはですね、ちょっとデモ演奏しましょう。こんな感じでやりたい。1、2、3、4。これイントロ、これかっこいいでしょ。これやりましょう。これ結
構簡単なんですよ。今すごい難しく見えたかもしれないけど、一応これタブ譜という、譜面の書き方が、3322002弦の3なんですよね、これ。見て。1弦の3、2、1弦の0。要はこれ何も押さえないってことね。次、1弦の3と2弦の3です。いいですか？最初。C ね。じゃんじゃか。次、2フレット。じゃんじゃ。次、これも離す。じゃんじゃ。次、1弦と2弦の3弦。こういうこと。3、2、0、3、3、こんな感じ。これ16ビートの手の振りの中でやる。この3、3がポイントですからね。ここ。はい。このイントロメロディー。これかっこいいですね。これね、バッチリ決めてください、皆さん。こんな感じの口で言うといいと思います。これ最後のエンディングにもこのフレーズ出てくるし、途中の、A メロに入る前にも一瞬出てくるんですよ。これね、フレーズ1でしょ。イントロ、で、ここ決めって書いてあります。だいたいわかるよね。FCC です。3連で、じゃんじゃんじゃん。はい。で、サビっていうか、踊れ、叩けボンゴが来て、ここのワンブロックもフレーズ1、1回入るんです、この C で。ちょっとそこをやってみようか。誰も彼も浮かれ騒ぎ、光る汗が弾け飛ぶ。じゃんじゃんじゃん。同じです。一回やって、ダンダンダン、熱い風にと A メロに入ってきます。ここ、ポイントですね。フレーズ1、かっこいい。はい、じゃあどんどんいきます。で、ここを見てくださいね。叩けボンゴの FG7 の下に矢印書いてある。次、Em7 と D7 の下にも矢印。これ矢印なんですよ。この矢印、このマークです。はい、ここにも書いてあるけど、前にリズムがドコーンと食い込んでくるね、シンコペーションというリズムです。リズムが前のめりに来るです。ちょっとこの、叩けボンゴの最初のサビの入りのところやってみます。ワン、ツー、叩けボンゴ、ダン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 パン。わかる？ジャンジャジャパン、ジャンジャジャ、ジャンジャジャパン。前にドーンと食い込んできたでしょ。もう一回。ワン、ツー、叩けボンゴ、響くサンバ。はい。これシンコペーションというリズムです。これで各地に出てくるところありますんで、前にちょーんと食い込んでくる。ゆっくりやると F と G7 とかやると、ジャンジャジャカ、ジャンジャジャン、ジャンですかね。ジャンジャジャカ、ジャンジャジャン、ジャン、ジャンジャジャン、ジャンジャジャン。はい。キレキレのチャン。やってみてください。はい。はい。どんどんいきますよ。で、イントロのここの、叩けボンゴ、響けサンバ、踊りまみれのカルナバール。ここ見てください。1弦の3、5、6、7って書いてあります。ここ C の、ブロックなんですけど、1弦がだんだん上がっていく感じ。これかっこいいんです。ちょっとやってみましょう。叩けボンゴ、響けサンバ、踊れみなみのカルナバール。3、5、6、7ですよ。踊れみなみのカルナバール。ラララララララってこう。全部弾きます。3567。はい。ここポイント。かっこいいですからね。これはなかなか、まあ、簡単だよな。あと、ここ、こういうところとか、だったとか、こういうところはね、一応テロップにも書いておくんで、決めでね、雰囲気をちょっと掴み取ってください。あと、ここも、さっきは、じゃんじゃん、マツケンサンバーです。ここ、ダダダダダ、5連です。G7。これやってみる。オレー、オレー、ダカダカダマツケンサンバ。次のさ、今のところも決めなんですよ。マツケンサンバのところ、今のここね、ダカダカダマツケンサ、ここ決めてください。 G7 G7 C G7 なんです。ここちょっとやってみましょうか。オレオレ、ゆっくりいきます。マツケンサンバ、おジャン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 。ちょっとね、リズムが難しい。じゃんじゃんじゃん、じゃれーってなります。マツケンサンバ、おー、G7、レーで次のブロック。マツケンサンバ、おー、レーですね。ここら辺の決めがね、ちょっと細かいですけど。なんとなくこう言葉と合ってるんだよな。はい。
で、ここも次の行も同じ。オレオレ、ダガダガダ、マツケンサンバ、ここ矢印が入ってきてシンコペーションリズム。ここは、ね、動画でちょっと確認しておいてください。で、最後のサンバ、ビーバサンバ、マツケンサンバ、ここもちょっとね、まあ、キメがある。ちょっとここやってみましょうか。サンバ、ビーバサンバ、マツケンサンバ。わかった？Dマイナー、F、G7、C。こんな感じがいいと思います。マツケンサンバ。ドーンは C ですよ。Dマイナー、F、G7、C。はい。ちょっともう一回ね。サンバ、ビーバサンバ、マツケン、サンバ、C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 。タッタッター、オレイ、デンデデンデデンってなってきます。タッターとかもうキメがいっぱいあるので、この辺ちょっとね、はい。今のやったのここね。ダンダダンダダンジャン。はい。ちょっとゆっくり分析してみてください。というわけで、やっぱ決め事が多い。やっぱサンバですから、オレイ！こんな感じでノリノリでやってみると思います。じゃあテンション高めで。サンバのリズム。ラテン系の血肉踊る感じで、マツケンサンバかっこいいバージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。熱い風に体預け心ゆくまで踊れば何も歌うよ愛のサンバを胸に溢れるこのリズム俺俺マツケンサンバ俺マツケンサンバかっこいいバージョンやってみました。マツケンサンバね、なかなかテンション高いですね。これはね、楽しかったです。やっぱでも16ビートのね、キメの押し湯で、いや相当脳トレ的な感じ。あとまあシンプルで言ったら難しいですけどね、これやっぱね掴み取れるとかなりね面白いですよ、皆さん。はい。リズムっていうのは本当に奥が深いというか、ね、同じ16ビートなのになんかこうやっぱりラテンをイメージするとまたこうノリがね、こう血が騒ぐ感じでできるようになるといいと思うんですけれど。とにかくやっぱりこう、豊かに気持ちよく音楽やるのがいいと思いますから、皆さん。なんかね、この4つ弾きでもね、心持ちはそういう風にやってください。オレー、オレー、やっぱりこのテンション、ハイテンション、ヤッホーって感じ出していきましょう。すいません、変なテンションになっちゃいました。はい、はい、皆さん楽しく音楽やりましょう。もしウクレレやって楽しい方はどんどん周りの人に教えてあげてください。これがすごくいいんですよ。みんなでワイワイやりましょう。ありがとうございます。はい、いろんなことガズレレホームページありますよ。本もいっぱい出してます。イベント情報も最近またいろいろ長野とか沖縄とかもどんどん情報が公開しております。見てくださいね。あとは新刊の情報、リットミュージック社から今度出る本の情報とか、まあガズレレ歌もシリーズもあります。いろんな情報ホームページにもうどんどん細かく出てますんで、ホームページのリンクここに貼ってきますから、ね、ぜひ見に行ってください。音楽は聴くの最高だけど、やるのもっと最高。皆さんどんどん自分ごとにしていきましょう。ありがとうございます。ホームページチェックよろしくお願いしますね。ブログ書いてますからね。ブログがいい話ばっか書いてるんですよ。昨日はリットミュージックの写真撮影でそのブログも書いてますから、ぜひご覧になってください。さあ楽しく音楽やろう。今日はありがとうございました。またね、音楽やろう。バイバーイ。じゃあ